なんといってももうマスクメイク目力大事なので、あやみんバイ。皆さんマスク生活はいかがお過ごしでしょうか。はい、マスクをねしてるとマスクよれとかしてね、メイクがうまくできないっていう方のために、今日は私流のマスクメイクを紹介したいと思います。それでは早速メイクアップ。よし、ではベースメイクからやっていきます。最初にキャンメイクのポアレスクリアプライマー02番です。これ最初に使っていきたいと思います。これ私だとこの小鼻周りが結構よれちゃったりとかしやすいので、ここをつけておきます。光が気になるところ、鼻のなんか指でくるくるって。ベースメイクは結構土台がしっかりしないとファンデーションも崩れちゃうから、こういうのはちょっと念入りにやっておきます。 OK、 したら次化粧下地です。マキアージュのドラマティックスキンセンサーベース EX の UV プラスです。これトーンアップします。すごいよねこれ、化粧下地だし UV も入ってて、しかもトーンアップもしてくれる。やっぱちょっとここで、はい、こんな感じで点々を置いたら、私的にはそのファンデーションは薄付けで、化粧下地とかでトーンアップとかさせておいたりとか、ファンデーションを厚塗り しなくてもいいベースにしておく、化粧下地でが大事かなと思って、こういう化粧下地でも最初にトーンアップしてくれるやつを使うといいのかなって思います。あとこのマキアージュが結構そのよりにくいとかマスクにいいみたいのを結構おすすめです。化粧下地終わりました。すごい綺麗にねトーンアップしてる。はい、じゃあまた登場、ティルティルのマスクフィットクッション 17C ポアクリームです。もうマスクって入ってるくらいなんで落ちないっていうのがいいみたいです。マスクの時はファンデーションは薄付きの方がいいのかなと思って、これを使いたいと思います。でいつもよりかは少し気持ち少なめくらいでオッケーです。軽く薄付きで、これでちょっとこうよれたりしてもそこまで分かりづらい、熱いとねよれてるなって分かっちゃうから薄付きでっていうのが私流です。はい、そして次パウダー。クッションとかも結構なグロー系クッション使うことが多いんですけど、それを使うとやっぱりマスクについちゃうのでパウダーをつけるんですけど、パウダーは色がないやつ、肌色とかじゃなくてホワイト系のパウダーを使うと崩れてるのが分かりにくいと思うので、今回はですねチフレのルースパウダー N を買ってきました。パールが入ってるのと入ってないのあったんですけど、私はちょっとパールの入ってるツヤ感が好きなので、まあねちょっとツヤ感が出せない分パールでツヤ感を出したいなと思ったのでツヤの方を選びました。パウダーでねこの崩れ防止をしないといけないのでパウダー大事です。でこの目元と眉毛とかがたっぷりのせておくと崩れにくいと思います。はい、ベースメイクは完成です。眉毛、サナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EX の PD13 番です。ちょっとグレー目のやつに、やっぱり眉毛はねこれが描きやすいな。ペンシルの太さか硬さなのか分かんないけどすごい描きやすくて、これ眉毛はこれを使うことが多いです。よし、はい、アイブロウマスカラはクリオのキルブロウ、カラーブロウラクアです。よし、キャンメイクのラスティングマルチアイブロウコート01番、アイブロウコートです。眉毛をキープしてくれるトップコートみたいな、なんだろう、ここら辺がやっぱ落ちるじゃないですか、ここより。ここら辺をちょっと軽く、うん、OKよし、そしたら眉毛完成で、じゃあアイメイクやっていきます。マジョリカマジョルカのナイトトゥミーチュートランクテラコッタベージュです。でやっぱマスクメイクはもう目元が大事なんで、まあ崩れないはもう全体で大事だけど、やっぱもうパッと見印象とかは目元で印象ついちゃうので色味を出していきたいと思います。カラーメイクとかそれこそいいなと思います。マスクメイクはまずこのこれをブラシで取ってちょっと全体に軽くのせます。でも結構キラキラさせる方が目元が華やかになって、マスクメイクはおすすめかな。これは下まぶたにも当てます。
はい、結構全体にのせました。したらもう早速この色をのせていきます。これをこの筆の大きさくらいにこんな感じでのせます。いい感じ。よし、 OK。 したらこういうチップでブラウンがあるじゃん、ブラウンとこれをちょっとだけほんと混ぜて、で手にちょっと一旦寄せてほんと薄付きになるくらい、まずここの目尻の方に乗せて、ちょっとやっぱデカめにするために下の方もちょっと濃いめで結構入れます。若干茶色っぽい感じの色でここに入れると結構目が、目の幅、目のここがちょっと垂れ目っぽく見えて大きく見えます。はい、こんな感じですね。OK。 はい、そしたらアイライン、ヒロインメイクのプライムリキッドアイライナーリッチキープです。ブラウンブラックの色、やっぱもう汗に強い、落ちないはもうこうヒロインメイクとかが有名じゃないかな。これはもう、まあ、好きなように。よし、なんといってももうマスクメイク目力大事なのでアイラインはしっかり引きます。さっきの入ってたこの濃い茶色でチップを取って、さっきのアイラインの上からなぞっていくようにぼかします。そしたらキャンメイク3ウェイスムースリキッドライナー01番、これはいつも私が使ってる涙袋のやつ、これを結構いつもよりかは濃いめに、この目尻側をちょっと幅大きく取るとよりぷっくりした涙袋になります。今日は涙袋にこれをのせます。 3C のアイグリントムーン PIE です。ここの涙袋にアイシャドウは OK。 ビューラー、ビューラーでまずクイッと上げて、いかにまつげをこう根元からクイッと上げるか。キャンメイクのクイックラッシュカーラーセパレート02番、よし、オッケー。これでアイメイクは完成です。まあもうここでもうほぼほぼマスクメイクはね完成してるんですけど、やっぱりこうマスクをね外すタイミングが来た時のために一応チークとリップもやっておきましょう。じゃあチークはトゥルン 3C のシアーリキッドブラッシャー。チークはパウダー系よりもこういうちょっとリキッド系の方が肌になんで密着してくれるので、こういうリキッド系とかクリームチークがおすすめです。私はチーク濃いのが好きなので落ちてもいいくらいの量で塗っておきます。まずここでちょっとなんか保湿もされていい感じ。はい、リップはケイトのリップモンスター10番。よし、じゃあメイクは完成なんですけど、ここで最後にメイクキープミストをかけたいと思います。こう下地と一緒のやつ、マキアージュのドラマティックミスト EX です。仕上げ用ミスト化粧水、化粧水振っとくと乾燥も防げるから一石二鳥、4-5センチ離してあれあれ、うん、密着密着密着しろ。はい、こんな感じでマスクメイクが全て完了したんですけど、ポイントとしては最初にベースメイクは化粧下地でトーンアップのものを使って、なるべくファンデーションは薄付きで、
とパウダーでしっかり抑えるっていうのをしたのと、あとアイメイクはもう、もうマスクって言ったらここしか見えないので、アイメイクはもう力を入れてちょっと濃いめのアイシャドウ使ってみたりとか、色のあるアイシャドウ使ったりとか、ラメ、それこそラメをたくさんのせたりとか、マスカラも二度塗りしたりとか、結構あのカールキープのものだったりとか、本当にあのウォータープルーフとか、そこら辺の汗必死に強い系のアイテムを、まあ、全体的に使ったのがポイントです。最近そのマスク用のコスメとかも増えてるので、そういうのぜひ使ってみて、マスクメイクやってみてください。早くマスク生活がなくなるといいですね。